いやーすごかったですね本当に。鈴木選手の前にやってたフェザー級の2人は結構レベル高かった、いずれ戦うかもしれないですね。あ、本当ですか、見とけばよかった。あ、そうか、見てなかった動画で見れると思うんだ。あ、ですか。